あれあれ吉谷さんなんか衣装変わってないですねともしかしてこれも連取りですかと正解です正解です昔ですね正解ですっていう人いたんですけどまあいいや <laughs> 正解ですっていうね <laughs> 正解ですっていう <laughs> まあいいやであのー、今回はね失敗しない方法ですね失敗しない方法まあ明日ね いよいよ、すいません、レンドリー、あの、もう終わろうかなと思ったんですけど、レンで撮って、まあ、明日ですよね。明日です。明日なんです。<laughs> 明日、いよいよ390円のお試しボックスをね、販売しますんで、興味ある方は、裏メルマが登録しておいてください。18時に1発と、えっと、最終日は3発ぐらいですかね、流しますんで。で、今回、その失敗しない方法なんですけども、成功する方法って、 まあ人それぞれたくさんあるじゃないですか。例えば投資で成功してる人もいれば、ビジネスで成功してる人もいれば。ね、投資の中でも FX 株、バイナリー、バイナリーは株、投資かな投資じゃないか。<laughs> まあいいや。<laughs> まあいろいろ日経225とかね。先物。まあいろいろありますよね。そう。なんかさっき見てたらね、協定王子みたいなね。何でも王子つけるといいのかなみたいな <laughs>。協定王子っていう言いましたね。 なんか札束ブワーみたいろいろないろんな人いますからね、まあ、本物かどうかは分からないですけどいろいろ稼いでる人がいますいろいろなジャンルでであのー、だから成功するモデリングっていっぱいあるんですけど失敗しない方法って、まあ、大体テンプレート化されてるんですよどうですか失敗したいですかで僕がまあ鹿児島で独立して 7年ぐらいずっとこうやれてる理由があるんですよ。で、それは何かっていうと、成功する方法じゃなくて失敗する方法を避けてるからです。なぜ7年もね、こう続けられてるのか。まあ結構ね、みんななんか飛ぶじゃないですか、情報発信しててね。なんか稼いでますってね。稼いでますって言ってね。なんか数年後いないみたいな。<laughs> まあこれあんまり、まあこれ言わない方がいいか。 でも言い,い,い,います <laughs> 昔ね、こんなおたやせがあってあのー、なんかそのちょっとレター見てほしいみたいなねまあ質問というかおたやせがあってでレター見たんですよでレター見たら <laughs> な,んかなんか1億円稼いでますみたいな <laughs> なんかレターだったんですよでなんかその高級車の前で撮ってね こんなんやってる感じでまあ来たんですけどあの「ちょっと悪いんだけど質問していい?」みたいな「なんでこんなに稼いでるのに俺んとこ質問くんの?」みたいな「<laughs> すいません全部嘘です」みたいな「やめとけと <laughs> やめとけと <laughs>、まあ」あのその自分で所有してないけどね車の前で立てますから誰でも。 誰でも車の前で立てるんです。高級車の前に立って。まあ多分、立つこと、まあ写真撮るかどうかは著作権はあわかんないですけど、どうですかね。街中で高級車止まってます。立てますよね。そう。なんかあの、ラファエルさんのドッキリだったかなな,なんかで、なんか <laughs>、なんかナンパする動画があってねで。で、ちょっとすみません、一緒に写真撮りませんみたいな。 高級車の前で、あの、フェラーリだったらな、なんかつあの、でし、写真撮りませんみたいな。で、その高級車の前で <laughs>、写真撮るんですよ。で、その後、すみません、この後、ちょっと食事とかどうすかみたいな、ナンパイに入るんですけど。で、で、一人か二人、あの、OK だったのかなで、そのフェラーリがあって、その企画、フェラーリあって、その軽トラみたいな。 で、女の子からすると、そのフェラーリで撮ってるもんだから、もうフェラーリで行くのかなみたいな。この人すごい人なのかなみたいな。で、あ、じゃあ行きましょうみたいな。えみたいな。え、この車じゃないのって、女の人が突っ込むんですけど、あ、全然知らない人みたいな。全然知らない人です。みたいな。みたいなあ、これです、車。みたいな。軽トラ出てくるっていうね。軽トラ出てくるっていう。<laughs> ま,あま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 あね。じゃあ失敗しない方法ね。 これ失敗しない方法ね、まあ僕もね、なんで失敗あんましないかっていうと、まあ失敗した人をたくさん見てきたからですね。もうめちゃくちゃ見てきました。で、これ本当にこれは僕はおすすめします。マジでおすすめするんですけども、これ本当におすすめします。田舎に住めっていう。まあ田舎に住まなくてもいいんですけども、なんかあの、固定費をね、やっぱ正直、なんかね、 あの一発度感もああるるっちゃあるんですよ当た,当たってね、まあ、トレンドに乗ったりとかアフ,ートアフリエートとかもそうですトレンドに乗ったりとか、まあ、コンテンツもなんかそうなんですけどもなんか、まあ、バンって儲かっちゃったりするんですよする人はするんですでそうすると何するかっていうと、まあ、ご,ご察しの通おり、まあ、バンって一気に入ってきますよねお金がでそうするとまずあの住む場所変える、えー、車変える なですかえー、時計買う <laughs>、まあ。とりあえず、固定費がね、めちゃめちゃ上がるんですよ。固定費がね。でも、ビジネスは、じゃあ、その後安定して上に行くのかっていうと、分かんないんですよね。だから、不安定なんですよ。まあ、絶対、ビジネスにおいて絶対はないんですよね。でも、固定費は絶対なんですよ。どうすかね、例えば、家賃50万のタワーマンとかね、家賃100万のタワーマンに住むと、もう、 じゃあその家賃100万円のタワーマンの家賃を10万円にしてくれることって大家さんに交渉してもあり得ますよ ?10 分の1ですよね。100万円の家賃です。タワーマンね。で、それを交渉して10万円にすることはできますか多分不可能ですよね。出てけっていう話ですよね。だから、それは無理なんですよ。でも、売上げの変動はあるんですよね。でも、家賃の変動はほぼないんですよ。もはや上がる、上がる場下がるってことはほぼないですよね。 だからビジネスは分かんないだけども固定費は安定して取られるわけですよ。僕がまあ意識してるのはやっぱり僕の経験も一番やっぱね僕が借金2000万スタートだってスタートになった理由の一つとしてまあこ,のこれ理由なんですけどもやっぱその会社の固定費をね あのすげー上がったわけですよ最初は、まあ、ちっちゃいところでね、まあ、マンションの一角みたいなのやってたんですけどで、まあ、売り上げがどんどん上がってってで、えー、最終的にその家賃料がね150万ぐらい2フロア借りてビルの2フロア借りてで150万ぐらいしたんですよで従業員の給料とかねだか固定費で500万ぐらいですか給料とかものあの家賃とかあとは何ですかねあの他の,その税理さんに払うお金だったりとか あと、プログラマーに払うお金だったりとかあ、契約しているものに払うお金だったりとか。だから、まあ、まあね、経費が500万で年間6000万ぐらいじゃないですか。だから、あのー、まあ、すぐなん、なんですかね。6000万稼いでもゼロなんですよ。毎月固定費が500万です。つまり6000万の売り上げを作ったとしてもゼロです。ゼロ。ゼロ。 6,000万稼いでもゼロです。はい、そういう感じなんですよね <laughs>。で、あのまあ、僕がね、まあ、あの力量不足だったってあるんですけど、まあ、当時、まあ、僕が結構売り上げ作ってたんですよ。で、じ僕がその従業員をあんまりその教育できなかった、使えなかったっていうね。だから、まあ、勉強会とかもやったんですけどね、会社で。だけど、結局僕がやっちゃったりとかしてて。 で、まあ、あのー、まあ、従業員が上げられなかったら、僕が上げるしかないじゃないですか。で、僕も毎回毎回100%プロモーション当てられるのかっていうと、そうでもないわけですよ。ね。経験はありますよ。経験はあったとしても、じゃあ大谷翔平が毎月ホーム毎、毎回ホームラン打てるかっていうと、大谷翔平でも毎回ホームラン打てないですよね。<laughs> バッターボックスだったら絶対ホームランみたいな。ないじゃないですか。だか経験があったとしても、打率はやっぱそんなに100%にはならないわけですよ。 だから僕がこけると、もうん、きついんですよね。だから、まあ、補填してったんですよね。で、その、売り上げがなかったとしても、従業員の給料だったりとか、あの、まあ、家賃とか払わないといけないですから。で、あとね、まあ、僕がもう、すごく印象的に残ってるのが、消費税がガン来た時ですね。なんか、800万か700万消費税来たんですけど、消費税なんだみたいな。<laughs> 消費税かみたいな。まあ、税金ですね。 <laughs> そ<う>だからまあほんとね固定費はね上げない方がいいですだから僕本当に僕おすすめするのがまずその固定費ですねだから僕バイトとか従業員とか外注かだからもうえ広告費も使わない従業員もバイトも雇わないで固定費も極限に抑える抑えるというかまあ田舎に住めば まあ僕のね鹿児島の,あの事務所に泊まりに来ていただいた人はまあ口を揃えて結構言っていただくんですけどもまあ4万2千円なんですよ事務所費用がうんでまあネットも無料で駐車場も無料なんですよねで新築でまあ一応その新築で入ったんですけどで一応デザ,デザイナーズみたいなところなんですよねで全然一人だと十分なんですよ 商売道具のネットが無料です。駐車場も無料です。4万2千円です。これはね、めちゃくちゃありがたい。楽。<laughs> 楽です。楽です。うん。な精神的に楽っすね。うん。なやっぱね、何もしなくても固定費で何百万がこう、こうかかっていくと結構ね、負担っすよ。 で特にあとは従業員とか雇うと辞めるとかもあるしまああとはいろいろ人間関係でね従業員同士の派閥だったりとかあ,あるじゃないですかねでそこの仲介するとかまあまあ多分まあ僕の動画見ていただいてる方で、まあ、会社を大きくして従業員をこう雇ってなんかそういう規模でやってくっていう人は少ないとは思いますけどもただ個人でやってたとしてもボカンって入ってきた場合やっぱねやっちゃうんですよ 人間ってまあ,あの芸能人の,あのお笑い芸能人とかもあの当たってね当たってなんか引っ越すみたいなだけどその後売れなくなってどうするみたいな <laughs> まあよくある話ですけどで固定費を上げるとやっぱね下げるのが難しいんですよ要はそのせいそのそれに慣れちゃうとその生活水準を下げるっていうのが結構難しいんですよでもここを維持しとけば ここがれ幅あったとしても残るんでここが少なければねだから本当に僕は一人で稼ぐっていうだからまあ一応ねドリームアカデミアとか月収100万目指しましょうみたいな言ってるんですけどはっきり言うと一人だったらですよ一人だったらネットで30万ぐらい稼げるようになって田舎住んでねでまあ車あった方がいいですけど別になくてもいいって原付きでもいいわけじゃないですか まあ僕はすみません。車好きなんでそこにはお金ちょっと使いますけども。でもね、僕も、あの、この前、その、まあ、GT-R34 っていうの乗ってたんですよ。古い、もう20年ぐらいの前の車なんですよね。ただ、まあ、相場がすごいよく上がりまして、物がいいやつとか3000万で売られるようになって、もう爆上がりしたんですよ。で、僕の車はスペック的にすごいいいスペックで、V スペック、V スペック2の、 あの後期型で、なんか、まあ、すごく希少価値はあったんですよ。だから、が、僕のスペックの3、4で、走行距離3万とか2万で、状態良ければ、本当にもう何千万ですよ、3万とか。僕は、まあ、すげえ走ってたんで、まあ、それぐらいでは売れなかったですけども、ただ、まあまあですね、普通じゃ考えられない金額です。23万キロ走って、その価格で売れる車ってあるのかみたいな。 23万キロ乗りましたね。タイミングベルトも2回交換してますから。で、まあ、車買い替えるとき、まあ、僕は Z4 に変えたんですけども、その Z4 を買うときも、これはまあけ実はケチってますからね。最初はその 3000cc を買おうと思ってたんですよ。3000cc の。まあ、Z4 もモデルがあって、まあ、3000cc の直六のモデルと、2000cc の直四のモデルがあって。で、最初はもう 3000cc。まあ GTR も直6っていうエンジンでねもう,もう直6だろうみたいな思ってたんですけど待てよとね5月自動車でどうすかまあ数万円の差ですけどね数万円の差なんだけどもあの 2000cc と 3000cc だと税金違うわけですよまあ数 1, 1万だったら2万ぐらいの差だと思うんですけど実はそこもケチりましたからそこもケチりました だって、毎月、ね、問答無用で自動車税の請求来るわけじゃないですか。うん。で、あとは、まあ、もう、もう、もういいかなっていう。オープンカーでそんな何百キロも出さへんな。オープンにして何百キロも出さんだろ、うみたいな <laughs>、ね。どうすか。オープンカーで何百キロ出さんでしょ。さすがに <laughs>。って思って、まあまあ、あのー、2000C の方でいいかなっていう。うん。まあ、カスタムはしましたけどね。その分。 まあちょっと2、300万落ちるんですよ。あの、中古価格が。2000cc にすると。うん。だエンジンが、逆に言うと、まあエンジンが小さい分、まあこま、あのすごく、うん、なんかお、お、面白いっちゃ面白いんですけどねか。軽いし。うん。まあそれも実はケチってるんです。それは何かっていうと、自動車税が問答無用に毎月来るからです。で、2000cc だと、まあまあそんな高く、そんなに高くはないですから。3万9000円ぐらいだったかな、ね、2000cc だと。 うん、2000cc で今いくらだ ?2000cc。ねまあ、K が一番安いですけどね。自動車税。2000cc だと自動車税が、排気量、これ排気量ごとなんですよね。あ、39,500円ですね。39,500円ですね。で、2000cc を超える、じゃあ、これ 3000cc だといくらだ ?39,500 円でしょ 3000cc だとあ五5万8000円ですね。ということは1万8000円ぐらい違うのか。うん、まあね、1万8000円ぐらい頑張ってもいいんですけども、でも問答無用に来るわけですよ。うん、だからまあ本当にね、固定費っていうのは下げて、だから田舎、田舎ね、本当ね、あの、いい鹿児島いいですよ。<laughs> 鹿児島僕は本当におすすめなんですけど。うん。まああと、その田舎行くと本当に、まあ、 もともともう東京で何十何年働いてましたからやっぱ東京の物価というか東京のやっぱあ、まあ、感覚があるわけですよでその感覚で地方行くと本当に安いし物件も新築でいい物件だけどクソ安いんですよ、うん、探せばありますでネットって本当にねだからこ僕東京から鹿児島行くときにすげえ言われたのが鹿児島で大丈夫ですかみたいな本当鹿児島い大丈夫ですかみたいな言われたんですけど 僕,僕としてはですよ。いや、ネットつながってるからどこでもええやんっていうのは、なネットのその強みじゃないですか。本当にどこでもできる、ネットつながってるわね。だから心の中では思ってたんですよ。別に東京いなくても変わんねえだろうと。別に動画撮るとかね、なんかプロモーションするとか別にどこでもできるし、変わんねえ、やること変わんねえだろうと。ね、住む場所が変わってもやること変わんねえだろうと思ってたんですよ。でもすげえ言われたんですよ。本当に鹿児島行って大丈夫ですかみたいな。え、なんでみたいな思ってて。 で実際に鹿児島7年,7年目ですけど、まあ、全く変わってないですね <laughs> 全く変わらんと <laughs> 本当にどこでもできますからネットあればマジでだから本当ネットビジネスのいいところってマジどこでもできるんですよねうんだからなですかねなんかその普通の会社で勤めてると 大体会社選ぶときも住んでるところを中心になん,しなんか考えたりするじゃないですか結構ねだから結構人生が職場とのリンクみたいな職場がどこにあるのかで結構決まってしまう人が多いんじゃないかなと職場から通える会社みたいな話ですよねつまりそれで人生が決まるみたいなでもどこでも仕事ができるという状態であるならばどこでもいいんですよ だから、選択がどこでも自由自在ですよね。うん。だから、しかもそのランニングコストもそんなネットビジネスの場合はランニングコストがかからないですから、まあ、あとはその、やっぱ僕がお勧めしてるコンテンツビジネスに関しては、やっぱそのランニングコストですよね。で、これもインターネットでもいろんな、例えば転売とかもあるじゃないですか。で、もちろん物販転売で稼いでる人もいるんだけども、まあね、仕入れがある。 ね、昔メルカリで無在庫転売流行りましたけど今多分ダメなんですよねだから基本的に在庫を仕入れますで販売しますってなるとまあそのまあ売れなかったらどうするのっていうとこだったりとかねうんだからコンテンツ販売の場合は売れなかったとしても別にお金が失うことはあんまないんですようんもちろん時間はそこの消費したりとかしますけどでもそれを回避する方法もあって その時間を回避すするる方法もあるんですよでそれはドリアカでも教えてますけども最初に売ってしまうってことですね予約販売とかで先に売ってしまって売れたら作るっていうねそうすれば作って売れませんでしたってなった時にその作った時間っていうのが結構しんどいじゃないですかでも売って売れてから作るんであるならばもう売れてるならいい,いいわけじゃないですかでまあこれはよく言うんですけどそのアーティストさんの ディ,ナーディナーショーとかコンサートも基本的に前売りですよね。ほぼ前売りですよね。当日券じゃないですよね。先にチケットを販売して、じゃあ3ヶ月後、半年後、1年後、コンサートですよ、みたいな話じゃないですか。だから別に全然問題ないですよね。予約販売することは。で、商品はないけど。でもこういうコンセプトです。こういう商品を出します。みたいな話ですよね。で僕の場合は最近はもう別に商品すぐ作れちゃうので、経験があるんでね。 商品を作って売,売るっていうのが結構まあ多いっちゃ多いですけどでもたまに商品がない状態でも売る場合もあります実際にだ特に経験がないまだ有料商品作ったことがないっていうことであるならばまず先に売るってことですねだからそこもリスク分散ですリスク回避ですね作って半年かけて作って売れませんでした みたいなどうするみたいな半年間かけてでしょ商品作り込んでいざ売ってみたら売れませんでしたっていうねだからそういうのもリスク回避の一つですね失敗をできるだけ回避していくっていうそういうのを知っとくといいと思いますだから何を選ぶのかどこ,ど,こどこに住むのか何をやるのかどんな販売の仕方をするのかまあいろんなところにリスクを回避する失敗を回避することって できる方法ってたくさんあるんですよ。なんで、あのー、失敗しない、したい、したいですか <laughs> したくないと思いますんで、あのー、まあそういうふうにやっていただくといいと思います。で、今回もそうですよ。どうすかネットフリックス、今サブスクで1000、僕、ネットフリックス契約してますけども、1900円のプレミアだったかなネットフリックス今1900円ぐらいですよね、プレミア。 まあプレミアっていうのかなネットフリックス料金。多分ね、今1900円ぐらい。うん。プレミアプラン、月額1900円ですね。ベーシックプランは990円か。で、今回のね、僕のお試しボックス。R の部屋のお試しボックス。これも基本的にサブスクなんですよ。で、サブスクで990円です。だけど、あ、毎月課金されるのかっていう。これ、うんこう入ってみて、 ダメだったらどうなんだろう？みたいになるな,なりません。要するに390で聞いとけばいいじゃないですか？これもリスク回避の一つなんです。だって、しかも10個入ってますよ。だからまああの動画でもどっかで言ったと思うんですけど、1個あたり39円です。<laughs> いや、申し訳ないですけど、1個あたり39円。あと390円ぐらいのリスクはね。あの、ちょっとそれは追ってもいいんじゃないかな？な って僕は思ってますししどうでしょうでょか、まあ、もちろんね、いや、吉谷さん、考え方なんか、マインドなんか必要ありませんと。今の考え方、マインドで僕は成功できるんです。僕は人生、今の考え方で人生変えられるんですって思ってるんだったら別にいいですよ。ただし、いや、確かに吉谷さんの言う通り、今の考え方で成功する、今の考え方で稼ぐっていうのは、ちょっと難しいかもしれない。いや、だったらちょっとお試しボックスでどんな内容なのか聞いてみようかなっていうふうに。 聞いてくださいで、それで聞いてダメだああまあ、合わねえなと思うんだったら、別にその、リスク回避ですよね。いきなりその、なんですか、サブスクに入るよりかはね、リスク回避できてるじゃないですか。しかもその、リスクの許容が390円です。<laughs> 1個当たり39円っていうね。<laughs> うん。だから、なんですかね、そういうなんか、なんかあ、そう、あとね、これはちょっと余談というか、僕的な、まあ、僕も失敗してるので、 販売、いろいろこう商品めちゃめちゃ販売してきるじゃないですか特に今僕塾やってますけども塾の値段こう上げました上げてますこの前もアド,アドバンスコース上げましただから本コース120万もアドバンスコース80万ですでこれも上げ上げてる理由っていろいろあるんですけどもこれも実はお客さんのリスクを回避するために上げてるんですよだって気軽に払います 80万とか120万。どんだけ僕がセールス頑張ったとしても気軽に入れます。入れないですよ。っていう価格にしてる理由としては気軽に入れないようにしてますね。間違わないように。本当に僕から習いたいと思う人しかもう入れない価格にしてるんですよ。で、プラスアルファ、あの去年から作りましたけど、トライアルコースっていうのも作ったんですよ。お試しですよね、これも。 でお試しでまず入ってもらってどういうことを教えてるのかっていうのを体験,体験してもらってそれでも僕から習いたいっていう方はじゃあここしっかり払ってくださいみたいな形にしてる、まあ、流れにこうするんですけどねうんだからそれもまあなんですかねお客さんのリスクをできるだけ回避するためにそういうステップに変えましたでこれも失敗があったっていうお話をしましたけどもやっぱね 一番売れる価格はやっぱね僕もいろいろ価格テストしてるんですけどバックエンドの価格はやっぱ3040ぐらいが妥当なんですよ一番売れるんですよでまあもちろん3040でもねまあそんな安い金額ではないとは思いますけどもまあちょっと頑張れば入れるっていう部分の価格帯でもあるわけですよだからセールスをねガンガンやったらねこう勢いで入ってしまう人もいるわけですよ だから、その勢いで入ってしまうと良くないので。そうちゃんと学んで、この人が学んでしっかりやるっていう、なんか自分の意思ですよな、ね。もちろん、そのセールスだったりとか、まあ、まあ興味性っていうのは僕は出していくんだけども、最終的に腹くぐって入るか入らないかっていうのが、その後の熟成さんの結果にすごく影響するんですよね。勢いで入りました。ただ、脳汁が出て、ああ、ここに入ったら、決済。で、入っちゃうと、 その後のお客さんの結果があまりよろしくないと僕としてはビジネス的には売り上げを上げるっていうことも大事なんだけども商品の特性上しっかりとお客さんに結果を出してもらうっていうことも大事なんですよ要はお客さんが欲しいのって結果じゃないですか塾に入ってじゃあどう本当に稼げるんですかっていうところがやっぱそこじゃないですかライズアップに入って本当に痩せるんですかっていうそこを求めてるわけじゃないですかでそこを出していかないといけないんですよ結果をね だから結果にコミットしていかないといけないですよ。じゃあ結果を出してもらえるためには、ね、結果を出せるお客さんをしっかり入れた方がいいですよね。腹くくって絶対吉谷さんから学んでしっかりやっていくぞっていう人にしっかり打って結果を出してもらった方が結果出るんですよ。でもそれが中途半端だったり腹くくってなかったりとか自己責任なかったりとか人のせいにするとか勢いで入ってしまうっていう人に打ってしまうとその後あんま良くないんですよね。うーん なこれはすみません。僕的なリスク。まあまあ、これでもお客さんにもリスク分散にはなってると思いますけどね。だと、気軽に入れないでしょ。高いから。うん。まあ今回の390円結構気軽に行けますけど。でも気軽に行ってもどうすかね。ちゃんと商品も提供しますよ。<laughs> 吉谷さん !390 円騙されたちょっと訴えますみたいな。弁護士費用の方がすごい高いみたいなね。 ちゃんとまあもちろんねなんかそのあの教材を聞いて分かんないことあればね質問にも回答もちろんしますしうん何すかねだからそのちゃんとその取れるリスクを、うん、考えておくってことですねそこそこもね失敗しないためにだから結構お客さんの中でもたまにいるんですけどもそこのことを考えずなんかそのなんすかね 前言ったのがやっぱ投資案件とかですよねとりあえずぶ,ぶっちゃぶち込んで全部溶かすみたいな <laughs> うーん。まあ稼げるパワーがあるんだったら力があればね溶かしてもまた稼げばいいんだけどもその稼げる力がないのに一気に資金ショート全部一気に突っ込んでとしたら結構これき大変ちゃいます でそのお金っていうのは何十年も働いて貯金したお金だとするじゃないですか。じゃあそれで一瞬で溶かしました。で、稼ぐ力がありません。じゃあこのお金をまた,また回復させるのに何十年貯金して働かないといけないわけじゃないですか。めちゃめちゃこれきついよっていう <laughs>。うん。だからそのリス,クぶリスク分散というか、うん。まあそういうのはしっかり考えた方がいいですよね。 であとは僕のこれ考え方なんですけどもあの固定費はあんまり上げないだから残るお金がある一定あるとね普通だまあ固定費は上がるとまあその分なくなるじゃないですかじゃあ上げなかったらその分残るじゃないですかこのさじがねでこのさじに関してこれを貼るときに貼るんですようんでもその貼るときにも貼るんだけどもまあ考えないとダメですけどね でも晴れるんですよな,なんだろうなイメージとしてはこの固定費が上がると、まあ、それで、ね、消えてなくなるわけじゃないですかじゃあ仮に固定費がこれと考えた上で、えー、固定費を下げたとするならばうんなんですかねここの分はあ、本来は消える分なんだけどあるみたいな話ですよね、まあ、ちょっと話はね固定費上げるなっていう話してるんでちょっと伝わりづらいかもしれないですけど固定費もうかったから固定費上げましたっていう状態を考えて えー、固定費をもし下げてたすっとするならばここの分は本当は消えるお金だけ残ってるわけじゃないですかじゃあ消えるお金を増えるお金に変えればいいんですよねわかります固定費として消えるお金本来だったら、まあ、こうかってわっしょういっつって固定費で消えるだろうお金を残しといてでその消えるお金を、えー、増えるお金の使い方に変えていくってことですねだからそれが その自分への知識の投資だったりとか環境への投資だったりとか何ですかね、えー、まあそういう感じですよね、うん、自分のスキルアップのためにお金を使っていくとかねでそれがまた儲かる方法にお金出しちゃダメでしょ自分の知識経験体験、ね、環境、まあ、そういうところに投資していくでそしてまたそこで増やしていく知識を増やすことによってまた新しい商品を作るとかね うん、であとね、まあ、これもよく言ってるんですけど、動画で言ったかな僕ね、今回390円で10本これご提供させていただくわけじゃないですか。1本あたり39円ですよ。で、ビジネス的に考えても、あ僕ね、僕のコンテンツパクっていいですよって言ってるわけですから、そこで学んでね、390円シールで10個仕入れるじゃないですか、コンテンツをね。で、そこで学んで、じゃあこれ1本をね、 この1本学んだことを商品化して、じゃあその390円にしたら、これ、すみません、ちょっと、パソコンが、ではないですけど、途中でなんか切れちゃいますよね。ウェブカメラ新しく変えようかな。まあいいや。どこまで話したかな。あの、まあそうパ、パクっていいんですよ。パクっていいんで、390円で10個仕入れて、で、それをバラ売りして、なんか500円とか1000円で売ればいいじゃないですか <laughs>。もしバラ売りで1個1000円で売ったら、1万円ですよ。 もう利益出るじゃないですか <laughs>、ね、<laughs> てかあのこれからコンテンツビジネスやっていこうと思ってるんだったらねまあ僕もね高い商品もあればこういうふうに安く売る場合もありますけどあの何すかねとにかくとにかく100円でもいいから500円でもいいからとにかく有料で売りましょうよコンテンツビジネスをやっていきたいんであるならばね じゃあ100円の商品売れない人がねなんやじゃあ30万円のバックエンド売れますか100吉永さん僕は100円の商品はちょっと売れないんですけど30万円のバックエンドはガンガン売れるんですすごいっすね <laughs> すごいと思いますそれは, <laughs> 僕,は僕の考えとしては100円の商品も売れない人が30万円のバックエンドを売るっていうのは僕難しいと思いますねただしですよマーケティング的にブランディングとかね例えば 考え方としてはですよ、レクサスのショールーム、フェラーリのショールームで、うん、軽自動車を売るっていうのは難しいでしょうね。そういうふうなブランディングをしてて、そういう理由で、いや、今、こういうブランディングをやってて、扱ってる価格帯はこうで、扱ってる商品はこうで、フェラーリなんです。で、フェラーリ、えー、を興味ある人が来てるのに、軽自動車安いのを売るのはちょっと売れないです。それはわかります。それはわかるけど、<laughs> それはわかるけど。 これから初心者でコンテンツビジネス始めていこうっていうんであるならば、まず本当にやるべきことっていうのは、まず無料を売るってことですよね。無料を売るってどういうことかっていうと、リストを獲得するために無料プレゼントをご案内してリストを獲得する。まあ、ベターですけど、まず無料を売るってことですね。無料でも欲しくない人は欲しくないですからね。 だから無料でも欲しくさせて、メールアドレスを獲得する LINE アットに登録してもらうっていうことをまずやるべきなんですよ。てか、やらないといけないですよね。じゃあ、今度、ステップバイステップとして、じゃあ、無料から有料ですよね。じゃあ、今度100円でも200円でも買ってもらうってことですよ。で、それでステップアップしていくわけですよ。でも、もちろんね、最初からね、バックエンドに挑戦してもらってもいいですよ。それはお任せしますけど、ただ、王道の流れとしては、ステップバイステップの方がいいですよね。飛び箱も ね、飛び箱もいきなり6段飛ぶよりまあまあ2段3段飛んでから6段いった方がいいんじゃないかなみたいな小学校の時もねいきなり6段7段飛ぶより3段まず準備運動で飛んどいた方が良くないですか <laughs> 2段とかねまあ1段は低すぎるんで飛び箱で言うならばねうんはいまあいろいろ申し上げましたけどもまあ明日からあのお試しボックス販売しますんでこれもこれも手に入れていただくのも 失敗をうーリスクをねある軽減する一つの方法ですからお試しはひとまずお試してみるっていうねうんまあ興味あるんだったらですよ興味ないんだったら別にいいんだけどもでもはっきり言いますけどもはっきり言うまあ何度も言ってるけれどもん今の考え方で成功できるんだったらもう成功してますよ うん、だって情報もあるデバイスもある環境もあります僕ネットビジネス18年やってますけど昔に比べると鬼のような素晴らしい環境ですどこ行っても w i f i 飛んでるし漫画喫茶もどこら辺でもあるしパソコンも昔にフロッピーディスクの時代から比べると今はすげえ安いパソコン10万以下のパソコンでもめちゃめちゃ高性能だし昔はノートパソコンを買うって言ったらね50万の時代ですよで50万のパソコンでも今の低スペックのパソコンに勝てないわけですよ 今10万以下のパソコンでもめちゃめちゃスペック高いですからね。その昔のパソコンに比べると。で、スマホもすごい。まスマホパソコンみたいなもんですよ。で、情報も無料でいっぱいあります。環境も情報もデバイスもある。なんで稼いでないんですかなんで稼げてないんですかおかしくないですか昔、すみません。僕は昔を知ってるんでね。今めちゃめちゃすごい環境なんですよ。昔に比べると。マジで。 どんだけ無料で質のいい情報落ちてんだって話ですよ。昔は全部有料で買わないといけなかったんですよ。なんでその状況でも稼げてないんですかと。それは考え方じゃないですかと。今の考え方で成功してるんだったらもう環境も情報もデバイスもある。成功してる、稼いでるじゃないですか。と言いたいっていう話ですね。 いや、ほんと事実ですからね。こう嘘言ってなくて。本当に今僕恵まれてるなと思うんですよ。昔はパソコン一台でっていうフレーズでしたけども、ね、今はスマホ一台でって言ってもいけるわけじゃないですか。ぶっちゃけ。今僕ショート動画とかちょいちょいやってますけども、スマホだけですもん、全部投稿。撮影から投稿まで全部スマホのみです。まあ、それができるように簡単にしてますけどね。スマホから動画がアップロードできるんですよ、ピッって。 まあショートだともう軽いんで結構早くアップできますけど。昔はこんなカメラですよ。昔はね。全裸監督じゃないですけど、<laughs> こんなんですよ。うん、昔8ミリビデオみたいな。こんな大きい8ミリビデオみたいな。<laughs> 動画撮るにも8ミリでこんな大きいみたいな。ね、こんなんですよ。今、ポッケからピッて動画撮れるんじゃないですか。 ネットも早いしね昔はダイヤルアップみたいな時代もあったんですよダイヤルアップの時なんかね動画なんか見れるわけないじゃないですか,だから一番最初 YouTube に関しても ADSL がちょっと普及してる時にまあ十何年前ですか YouTube も出て十何年前順経ちしますけど昔は回線が遅かったんで白ゲージを一時停止して白ゲージちょっと貯めないと見れなかったりする時代もあったんですよでもスマホで LTE の電波が普及して今なんか 5G になってきました 動画が止まるってことほぼあんまないですよね、5G で。いや、昔はパソコンで、家でそのつ、つないでても止まるんですよ、動画。で、一時停止で貯めるとか。ストレスですよ、本当に。今はストレスなありますって話で。うん。だからね、正直、今のこの状況で稼げないっていうのは、その、外部じゃなくて内部ですから。 はっきり言うと。だって外部はめちゃめちゃ環境いいんで、それで稼げないってことは内部なんです、ね。自分の内にあるものなんですね。まあ思考だったりとか、まあ精神だったりとか、気持ちだったりとか、そこですよ。本当に。僕から言わせると。うん。はい。まあいろいろ申し上げましたけど、あの、明日から390円リリースしましたので、まだ登録してない方は登録しといてください。では。